況はジョン・カビラお届けしてまいります。さあ七海さんよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。選手スターティングイレブンです。勝者はどちらなのか。そろそろ試合が始まります。川崎のキックオフでスタートです。川崎フロンターレ対レアルマドリーエキシビションマッチです。さあ七海さん、今日の注目選手一人挙げてください。アシージャスですかね。はい、抜群の判断力と反射神経でビッグセーブを連発するスーパーキーパーですね。はい、精度の高いパスやロングスローも大きな武器ですね。はい、さあどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待してみてまいりましょう。いやーちょっと浮いちゃいましたね。これはクロスバーのわずかに上、今もう見えてたんでしょうね、ゴールのイメージが。マルセロ、セルヒオラモス、イスコ、モドリッチ、ベイル、モドリッチ、ロナウド、一人で持ち込む。さあシュートか、クリスティアーノ・ロナウド、積極的に切り込んでいったんですが惜しくも外しています。一人で局面を打開しましたね。最後のシュートまでレベルの高いプレーですね。パンチング、まだありますよ。ここでのパスは危ない。さあ今日は立ち上がり両チームとも悪くない印象です。この立ち上がり両チームともシュート打ててますからね。はい、どちらも攻撃的な試合の入り方をしているなという印象ですね。そうですね。モドリッチ、15分が経過、前半です。川崎、この前半中盤まではスコアは0対0、今のところ互角に戦っています。マルセロ、クリスティアーノ・ロナウド、このボールはカットです。見事なパス、ベンゼマクリア、イスコ、縦を使います。シュートもあります。クリスティアーノ・ロナウド、モドリッチ、ベンゼマ、中央一人で行く、中村、大島へ、レナト、上り里、このボールをカットします。トニクロース、ペペ、モドリッチ、ペペ、ベンゼマへ、イスコ、ロナウド、
モドリッチ、もう30分を回ったところです。川崎、今のところは七海さん、狙い通りというところでしょうか。そうですね、相手にリズムを作らせない、いい守備をしてますよね。はい、相手ベンチは少々戸惑っているというところでしょうか。小林、レナト、小林、上里、どうだ、触る、とボールはイスコ、ベンゼマへ、ロナウド、このマッチアップどうなる、ベンゼマ、イスコ、クリスチャーノ・ロナウド、川崎、少し消極的に見えます。モドリッチ、レイル、ベンゼマ、ここで受ける、中央上がっていきます、ボールがこぼれる、いやー、キーパービッグセーブでしたよね。前半の41分を回りました。レナト、大島へ、小林、絶好の位置だ、シュート、これは危なかった。どのようなボールを選択してくるのでしょうか。上り里、ゴールポスト、惜しいシュートです。最後のセットプレーになるのか。クリアします。ここで前半の45分が終了しました。前半0対0。さあ、前半が終わりました。川崎としては中盤は猛攻でしたからね、後半に向けて明るい材料ができたんじゃないかなと思いますね。この後のセカンドハーフ、両チームとも監督がどのように動いてくるのか注目です。スコアレスのまま後半へと続きます。レアルのキックオフでスタート、ベイル、モドリッチ、さあベンゼマ、打てる、ベンゼマ、まだありますね。いやー、ファインセーブですよね、素晴らしいですよね。レナト、裏を狙う、ボールが抜ける、さあどうだ、1対1、トニクロース、イスコ、セルギオラモス、ギオラモス、イスコ、大久保、小林、レナト、ボールを奪えるか。川崎、ここまでは狙い通りの戦い方ができているという感じでしょうか。そうですね、この展開は予想してたと思うんですけど、プラン通りよく守ってますね。そう見えますよね、攻撃面では早く先制したいところです。ちょっとパスが長すぎました。この終盤振り返るとチャンスシーンは両チームともあったわけなんですが、未だスコアは0対0のままです。今のところ0対0。ベイ、ここですね、前線へのボール、レナト、
大久保、これ来ましたね。このボールをカットします。どうだ、ヘッド、モリア素晴らしいポジショニングでした。うまく合わせたいい攻撃でしたね、はい、ドリブルで駆け上がってのクロス、精度も良かったですし、サイドを効果的に使えてますよね。そうですね。後半20分を経過しました。クリスティアーノ・ロナウド、小林へ奪い返します。モドリッチ、ベンゼマへ、マルセロ、イスコ、小林、どうする、小林抜けてくる、中央に入れる。ディフェンダー集中力いいですね。カットです。クリスティアーノ・ロナウド、ベンゼマ、さあ自分で行くか、パスを選択するか。さあ残り15分、もうあっという間に時間が経ってしまった感じですけど、試合が閉まっているということだと思いますね。なるほど。モリア、小林へ、大久保、これも惜しい、さらに来る、あと少しでした。セルヒオ・ラモス、トニ・クロース、イジャーラ・メンディ、残り時間は10分を切っています。トニ・クロース、ベンゼマへ、ベイル、ここでマッチアップ、まだある、ここへ抜けてくる、ゴール。ではここへ来て試合が動きます。ようやく来ましたね。ただいまの得点シーン、奪ってからが早かったですね。いかがですか。そうですね、高い位置奪った勢いのままゴール、川崎食らいついていきます。鋭いボール、ゴールへと突き刺さりました。かなりのボールスピードでしたからね。そうですね、キーパー分かっていてもなかなか止められないですよね。はい、川崎もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。逃げ切られそうでしたからね、よく追いつきましたね。これもチームの力だと思いますね。後半43分というところ、小林、大久保、小林、さあボールが抜ける、このチャンスですね。キーパーの1対1、試合をひっくり返します。この位置でフリーで打たせてしまってはいけません。レアルとしては最後ディフェンダーのアプローチが甘くなってしまいましたよね。まあでも相手のパスも見事でした。